皆さん、今日10月4日は俺の誕生日だぜ。というわけでお留守番をしましょう。というわけで、良い子のお留守番。まあ良い子っていうのは俺のことかな、俺のことかなって言ったら違うなって思います。あります。俺はどっちかって言ったら悪い子だからね。良い子のお留守番やっていきます。ある日の昼下がり、良い子がゴロゴロしているとママが姿を現した。迫力あるママやな。タッキー命ってある。ジャニーズで言うたらタッキーあの翼花やな。良い子よ、今日10時間ほどお留守番できるかい。ママっていうかパパみたいな声になってしまったけど、まあいいや、このまま行こうか。え、僕お留守番なんてしたことないよ。そうだ、お留守番なんかしたことないぞ。だから聞いてるのよ、もう一度チャンスをやろう。もう一度チャンスをやろうってお母さんが言ったらあかんだろ、お前。子供に対してお留守番できるかい。お留守番できるわけないですか。できるわけないですか。無理だよ、10時間もしんどいよ。10時間っていう時間の長さがおかしい、ね、そう言うと思ったぜ、チキン野郎。チキン野郎って子供に言ってあかんだろ、悪影響を及ぼすぞお前。成長にできんじゃない、できんじゃない、お留守番ないぐらいできる。よく言った、これこそ我が息子。じゃあママはライブで弾けてくるから、お留守番よろしくね。弾けてくるって、この年で弾けてくるって言うんじゃないよ。我が息子に光あれ。じゃあお前おろせや。お前その俺をおろせや。そんなおろさんかったらその間は俺には光ないんじゃ、闇しかないわ。ミッションスタート、ママが帰ってくるまで10時間生き延びろ。まず生き延びろっていう言葉が出てくるところでもうさ、これお留守番の域を超えてるな。お留守番とはサバイバルだ、弱い者が負けて強い者が勝つ。なんか別のサバイバルと勘違いじゃないか。そういうゲームなのかこれは。お腹が減ったにょ、おやつの時間が来た。おやつ食べる？そりゃ食べるっしょ。お腹が空いたらおやつを食べよう。お母さんがおらんけん食い放題やぞ。なんでもいいぞ。お腹が減ったらハッピースナックを食べよう。ハッピースナック、おいしい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 、楽しい。へへへへへへ。よい子は喜びの舞を繰り出した。運動神経良さそうな動きするなお前。おっと、残りは8時間だ、2時間経ったぞ。何かが燃えてる匂いがする。曇りからもやもや届いてる。お母さん、火の始末ぐらいちゃんとしていけよお前。よい子が駆けつけるとママの部屋が火事になりかけていた。何で燃えとんこれ。タバコか。お母さん、何タバコほったらかしていっとんな。ちょっと日を消していくような。ママが知ってたでポイしてたらタバコだ。吸い殻入れとかじゃなくてさ、入れることもせずにポイ捨てしていったん。そりゃあかんわ、お母さん何しとん。大変だ、このままじゃ火事になるぞ。どうする。なんで喜びの舞があるんだら、行け喜びの舞だ。よい子は喜びの舞を繰り出した。本日2回目、ファイヤー。よい子は肺の姿で発見された。そりゃそうやろ。なんで消防車呼ばんかったんや。あ、ここで我慢すればどうなるんだろう。やってみますよ、我慢。子供には我慢を覚えさせないといけないと思います。ここでおやつを食べたら負けだと思う。働いたら負けみたいなこと言うんじゃないよ。お腹が減ったなら寝てて忘れよう。そうだな、ダイエットダイエットしすぎた。よい子は日からびた姿で発見された。さっき食べたポテチみたいな顔になってるね。よし、よい子、お前に任務をやろう。この火を消火してみろ。イエスだ、死ねえ。いや、火を消せって言ったけどさ、何をおしっこやねん。てか、よう出るな、お前。めちゃくちゃ溜まっとったよな、お前。消火成功。まあ、いいや。お前、子供やけん許されるんぞ、お前。大人がこんなんやってみ、もう引かれるぞ、視聴者に。残り6時間。少しはよい子らしく、ママの部屋の掃除もしようか。えらい、お前。えらいやないか、よい子って名前だけにえらいやないか、お前。俺だったらそういう発想全然ないぞ。掃除をし始めたよい子。あちこちせっせと掃除すると。
お母さん、どんなもん持っとんやねん。引き出しの中に白い粉と注射器を発見。なんだろう、これ注射かな。これもやけんさ、これの正体がわからんのやな。この注射器はわかっても、こっちの正体はな。にもかかわらず、注入するって選択肢はあるんじゃ。レッツゴー。よい子は注射器を使ってみた。注射器使うって発想じゃ。興奮し始め、喜びの舞を繰り出した3回目。本日3回目。経営しながら喜びの舞を続けて、よい子が発見された。みんなは、真似するなよ。よい子、それは触っちゃダメだ。そのまま捨てるんだ。これは、危険なものだ。とか言うて、よい子は、じゃあ、ここはセリフじゃない。よい子は、白い粉と注射器をゴミ箱にポイッとした。よし、よくやった、よい子。これでお母さんの悪い未来が、なくなったぞ。よい子がうごうごしていると、チャイムが鳴る。おっと、来た。お留守番の時の定番のパターンですよ。接待、接待ちゃうな、接客じゃないな、接客でもない。来客への対応、来客への対応です。誰だろうと、ドアの穴から見てみると、悪がいる。見た目はスーツとかで悪そうに見えるけどさ、この動き、そんなに悪じゃなさそうに見えます。ドン・キホーテのおもちゃみたいです。そんな動きをしております。ドア開けろや、これ。いや、分かってんだよ。おっと、典型的な悪だ。なんだ、この人は。こういう人に対しては、死んだふりをしよう。よい子は死んだふりをした。いいか、よく聞け。2時間後にボスをついて、まだ来るからな。イルス使っても無駄だぞ。ドアぶっ殺すからな。ヒー2万返してない、200万返してない。お前が悪いんだぞ。お母さん200万も借金してるよ。よくそんなんでさ、アイドルのライブとか行けたな。意気揚々と一挙ったな。大変だ。ママの借金取りだったんだ。2時間後にまた来るんだ。どうしよう。どうしよう。よくの前、こういう時こそポジティブ。4回目。ああいや、今さ、さっきの黒いスーツの男の隣にさ、ボスっぽいおったやん。まだ2時間経ってないのにボスっぽいおったやん、お前。よい子、こういう時にはな、ちゃんと話し合いをして、話し合いをしてな、書いてもらうしかないんだよ。ドア開けて、ちゃんと話を聞こうぜ。だー話させてくれなーい。 お前らこそ200万受け取る気ないやろ。殴りに来ただけだろ。2時間後にボスを連れてまた来るながらだなっていう脅しをおるけど、ちゃんとここの隣あたりにボスがちゃんと待機したんよな。そういう2時間後にボスを連れてっていうブラフを見せてきておけんな、こいつは。だからどうにかしないといけないっていうのだ。どうする、筋トレだ、筋トレ。今さら聞いたりしても遅いだろ。大体お前の腕筋トレしても効果なさそうな感じになっとるよ。お前の腕とか足とか。2時間経過。おら、さっさとドア開けねえか。突っ込んでくるぞ。ボスおる。ドラゴンボールの敵みたいな、ね、敵にとしてできそうな感じのボスがおる。でもお前さっきも大人におったよな。2時間経てないのにおったよな、お前。お前は下がっておれ。ドアをぶっ壊して奴をぶちのめす。お前完全に別の生き物になってるだろお前。つかさ、成長というよりかは突然変異じゃないか。おやめろお前、そんな動きする、やめろやめろお前。ゲイみたいやけやめろお前。帰ってきた、お母さん帰ってきたよ。タッキー命、お前まだお前その姿だったん。戻ってないんや。こんなお母さん見たらやばいやろ。ありかよ。ありないや。ありだってお母さん的に。いいんかなこれ。肩に乗せちゃって。お母さんそこそこ大きかったはずなのに。よい子が大きくなりすぎてお母さんが小さく見える。ということでね。まあ、瀬田圭介、誕生日ですが、お留守番をしました。お留守番をしたら、なんかムキムキになりましたね。はい。まあ、多分皆さんも10時間お留守番したら、
こんな、おのずとこんなに筋肉がつくと思うんで、おすすめです。10時間お留守番。筋肉つけたい人におすすめです。だからその動きやめろ。でもお前、そんなパンツ4も取っただ。絶対その年の子供が持ってないようなパンツ持ったんやな。なんだお、お父さんに買ってもらったんか。ということで、皆さん、お留守番やってきました。最初にも言いましたが、10月4日、今日は俺の誕生日です。ありがとうございます。というわけで、皆さん、仕上げ。